今日はこのクソエモの雰囲気の中 NG なしマシュマロ大会でもねしていこうかなという魂胆なわけなんですけれども、せっかくなんでねかなりねリズミカルな感じでいきたい。始まるの対義語は何ですか？始まらないですね。動物で一番好きな動物は何ですか？教えてください。僕はアルパカです。スバルはキリンとゾウさんです。お風呂大好きシュバちゃんの、お風呂でのルーティーンを知らせてください。風呂ルーティーンはね特にねえけど、一旦湯船に浸かるな。一回シャワー浴びたら一回湯船に浸かって今日の日のことを思い返す、それがスバルのルーティーン。なんでそんなに可愛いんですか？アイドルだからでーす。初恋は何歳ですか？幼き頃犬にね初恋してましたね。配信やっててよかったエピソード、田舎のばあちゃんが喜んでくれた。ばあちゃんとじいちゃんが喜んでくれた。あと父ちゃんと母ちゃんをハワイに連れて行けた。アヒージョとザックス、どちらかと結婚するならどっち？アヒージョ。たまにまたシュバシュバって笑ってほしい。じゃあ気が向いたら笑うわ。シュバ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 。スバルちゃんが今一番好きなゲームのジャンルは何？ RPG。 もう圧倒的に RPG しか勝たん。で次にロボゲー、 RPG が一番おもろい。あとマリオカート。続いて、いつも元気なスバルに救われています。誰しも落ち込むことはあるはずだけど、落ち込んでいるスバルを見たことがない。実際どうなの？またゲームを楽しむコツを教えてほしい。落ち込んでるスバル落ち込んでると思う？落ち込む時はあるけど、まあ寝て起きたらあんまり忘れちゃう。なんかなんでかっていうと、まあでも今より全然前の方がきつかったしなって。バイトしてた時の方が全然辛いから今余裕だしなってなって大体回復するんだけど、それでも回復しない時はメンバーとなんかあの騒ぎ散らかすパーティーみたいなのがあるんだけど、それに出ます。なんかスバル最近ちょっと元気ないんだけど、ちょっとそろそろ騒ぎ散らかしてくれないっていうのを、まあおかゆとかにお願いして騒ぎ散らかしてメンタルパーティーすると大体治る。ゲーム楽しむことにコツなんかいらなくね？わかんねえ。なんかスバルはゲーム配信始めてホロライブに入ってからやり始めたけど、でもわかんない、なんか普通に楽しいから楽しんでやってるからあんまりコツわかんないかも、ごめん。動画の作成投稿はしないのですか？スバルなんとですね、動画編集スキルが全くない。いやなんか昔ショート動画みたいなの作ってたんだけど、あれなんかさスマホで作っててラプラスちゃんとかみたいな、あんなさ動画編集技術は全くないので作れないんすわ。スバルさんから見て一番負けず嫌いなホロメンは誰ですか？これはねホロメンみんな負けず嫌いだと思うよ。でもねみんなね表にあんま出さないんだよね。ホロライブすごいんが、なんか良きライバルがめちゃめちゃいるみたいな。なんか別にあいつのこと嫌いだから蹴落としてやろうとか言うのなんかあんま感じない。あんまっていうかマジで全然感じない。お前もすごいな、俺も頑張るみたいな人が結構多いイメージ。水泳得意ですか？スバルはですね泳げないんですよ。実はミオシャに泳ぎ方教えてもらったんですけど、マジで泳げない。濁して言ってもいいのですが、有料での推し活はどこに投資したらホルメン自身の、生活が潤えますか？赤スパを送るより複数グッズを買う方がいいのか考えてしまう、効率中です。なんとですねスバルこちら分かりません。なんでかっていうと、スバルがそういうのを全く把握していないからです。だからスバ友はみんなお金払いたいところに払ってください。スバルガチで分かんないんだよね。スバルそこまで気にする余裕がない。スバルちゃんがお風呂好きなのはもう周知の事実なんですが、ヘビーバスユーザーの水道代って月いくらぐらいなんでしょう？あのねヘビーバスユーザーの水道代より電気代のがやばい。水道代分かんないから電気代見るわ。冬とか全然1万円とか超えちゃう。なんでかっていうと暖房使うし、パソコンずっとつけっぱなしだし、1万普通かな。じゃあもうちょいかかってるかも。2万ぐらいかな。友達に見せたらあの普通の人の倍ぐらいかかってるって言われた記憶があるから、多分倍ぐらいかかってると思います。スバルちゃんがどれぐらいスバ友を認知してるのか気になる。こういうスバ友いるよねってみんなが分かりそうなネタがあれば教えてください。なんかスバ友で配信してたりするよね。ファンのスペースとかに潜ってたりする。まあまあまあ、もうこれ以上はやめましょう。スバルとスバ友のためにも、もう何言ってるか全部聞いてるからな。体調不良とかではなく、気分的に今日は配信サボりたいなって思ったこと、サボったことはありますか？ないかな。うわなんか今日体調きっちーっていう時も、なんかスバルやんないともっと気持ち悪くなるのね。なんかやらずにじゃあ今日休むかって休むと余計モヤモヤするから、もういけるならやっちゃう。
あーやべえ、このスケジュール絶対ここきつくなる、うん、コラボ入れちゃえとか結構あるスバルなんかねサボれないんだよな。今日マネージャーと話してても思ったわ、なんかもっとサボればいいのにって自分で思ったけどサボれない。ホロライブ以外のグループのメンバーともうコラボしないんですか。スバルさ、一時期さ、今日あのホロライブとか関係なくトツマチします、リプライの人から選びたいと思う、なんか選ぶっていうかリプライの中からちょっとね逆トツしたいと思いますみたいなやろうと思ってたんだけど、とんでもねえことをしようとしてた時期があったんだけど、なんかホロライブダメだよねっていうあのしたいという気持ちは全然あるということだけ伝えておきます。スバルさんに聞きたいことあるのですが、宇佐田ペコラさんとは本当に仲がいいんでしょうか。なんか前ぐらいだとペコラ許せねえって言ってる時がたまにあったので、これは ネタとかなんでしょうかね君は本当に心清き人間なんだ、大丈夫だ、ペコラとは明日から古戦場の旅に出る、それぐらいには仲がいいんだ。宇佐田は有罪ですよね。そうですねこれさ、自分も学生であまりお仕事がとてもしたいのにできないことに日々悩んでいます。何かあれば教えていただけると嬉しいです。毎日元気で学校に行って勉強する、そして帰ってくる、そして YouTube を見て健康に寝る、それが一番の推し活なんや。だからね、無理のない範囲で推し活してください。スバルーナスペース MV オータグね、これほんとごめんなんだけどね、完全にさ今回のマシュマロでスバルーナのスペースのことを完全に忘れていた。ちょっと待って、スバルのこのパソコンのどこかにあると思うから探すね。で MV はちょっと待って、ちょっと本当に待って、これいやなんかさ最近いろいろ頑張ってはいるんだけど、あの気が分かったことは、スバル歌ってみたを作る才能がない、オリジナルで MV 作る才能がない、ちょっと助けてくれ誰か。お歌枠はあの気が向いたらやります。スバルちゃん、いつかスイカ農家さんとコラボすることを願ってます。了解。Do you like racing game? Yes, I like Wanga Midnight. 今期のアニメ何か見てる？見てない。見てない。クラなど見てる。あれから体重増えた？減った？体重測るわ。体重測定！だんだがだん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 。体重変化なし！ずっとこの数字みたいな数値があって、そこから一定して動かない。太っても痩せてもしばらくするとこの体重に戻ってくる。オフでホロメント行ってみたいところは、オフにホロメント行ってみたいところ海と水族館。もし彼氏作るならどんな人がタイプですか。あとグラブル配信めっちゃ期待してます。グラブルね、あのね最近さ、あのガチャで出てさ新しい 青い髪の女の子めっちゃ好きだからやりたいんだけどさ、彼氏はねどんなタイプとか選べないと思う。なんか性格とかは分かんないんだけど、まずこのスバルについてこれるやつがいねえと思う。彼女も一緒よ。恋愛にさ性別関係ないと思ってるけどさ、あのスバルについてこれるやつよ。こんなスバルを許してくれる人僕がスバルちゃんのこと好きって本当ですか。多分本当だよ。エルデンリング面白いのでぜひやってください。そのうちやるわ。スバル的にホロライブサマー復活してほしいですか。水着で 3D イベントとかやりたいなとか思いますか。私は水着での 3D ライブが見てです。単純に水着着て海に来て、全然最近海にもプールにも行けてない。月収がマイナスになった月はありますか。またその額はどれぐらいですか。今んとこないっすね。なんでかっていうと、多分スバルは全然音楽活動してないから音楽活動すると結構なるんじゃないかな。質問ですが、いずれ来るかもしれない卒業の時のことって考えたりするんですか。そんなことを考えている暇はない。そんなことを考えている暇があるなら、次の休みがいつ取れるかのことばっかり考えてる古戦場から逃げるな。了解。最近スバ友になったものです。どんなファンアート書いてほしいとかありますか。書いてほしいやつ書いてください企画なので様々な地獄をご経験されているスバルさんに質問です。ぶっちゃけ活動していてファンに恐怖を感じたことはありますか。面白おかしい範囲でお答えいただけますと幸いです。ファンに恐怖を感じた、あーシャンプー飲み始めた時かな。じゃそれは怖かった。ちょっと、そろそろアヒージョ超えそうなんです。新しい呼び名をください。スペースアヒージョでいこう。野豪愛が一番すごいのは誰ですか。スバルではないということは確か。今年も3分の1終わりますが、今年の目標とかってありますか。今まではみんなにとって最強のアイドルを目指して頑張るというテーマで取り組んでいたんですけど、今年はそれをやりつつスバルの中の最強のアイドル像、配信者像を目指して頑張るという。普段服に使ってる洗剤や柔軟剤教えてください。マジでお願いします。洗剤はありえる。飲むやついんの。ダメだろ、死んじゃうよ。やめよう。飲まないで、なんで飲むんだよ。なんでみんな体に取り入れようとするんだ。取り入れなくてもいいだろう。
月曜日のお休み何してるの？え、でもホロメンと遊びに行ってるか、寝てるか、ネトフリ見てるか、答えなきゃいけない質問とかに運営さんから来たそれに答えてるとか、結構ね地味。あとなんか着る服がなくなったら買いに行ってる。やばい、季節が変わる、買いに行かなきゃ、またルーナに言われるっつって。スバルちゃん1対1コラボたまにしかしないけど何か理由あるの？